勝ちですよね。さすがに、さすがに勝ちですよね。いくらなんでも。うん。まあ、ただちょっとね、まあ一つの懸念点があったとするなら、このペイがもうないんですよね。あ、これペイが今2枚抜かれたんで、そのペイ短期とかになるとしんどいっていうのがね、さあ、トイメイースをポンしまして、さあ、トイメイは染めてますね。ん？染めてるのになんでローソー売ってるんだろう。染めてるのになんでローソー売ってるかちょっと謎ですけど、さあ、まあちょっともうこれペイがないからね、もしかしたらちょっと妥協する可能性ありますね。ペイ抜いてね。うん、まあペイ抜いて、普通にトイトイで取ってもめちゃくちゃ強いんで、うん、まあ、もう第三元とかもね普通にありますからね、まあ、これはちょっとまあさすがに追走はきついかなと思って妥協する可能性はまあ全然あるかなって感じで、さあポンしましたが、まあさすがとあ、やっぱりちょっと遥かなる高みをねあらあさあ、チンポアイスアザペアじゃあ間に合わなかったですね。わざわざね、わざわざラス1のペイを引いてからね、ちゃんと積もってから白が出ましたね。はい。ハイパーテナリーですね。はい。ハイパーテナリーハイパイですね。うん。さすがに銀の間でしょ。銀の間でこの手でしょ。いやもう完全にもう面品。さすがに、さすがに僕わかりますよ、これ。うん。さすがにこれ面品ですよね。いくらなんでも。まあまあ結構手いいですしね。ああ、もうこれでね。もういい形ですよね。さすがにこれは面品でしょう。おそらくね。まあちょっと9層は使えないけど。まあまあでも、9層重なったらね、9ピン、ああ、重なって、さあ、チーピン。チーピン。はい、チーピンね。ああ、なので、数層乗りました。はいはいはい。数層乗りまして、ああ、まあ、リャンピンさあ、缶しまして、さあ、乗りまして。ちょっと待って、トイメンの缶をちょっと使ってるよ。有効利用してる。トイメンの缶で、こっちがドラを乗る能力があるから。トイメンの缶を有効活用してますね。こっちはちょっとドラがビガビガ。そして、ちょっとトイメン役がないんですよね。ちょっとこれはドッカンバトルタクになってるんですけれども、いやでも神茶結構強いよ。神茶普通にリーチ打てそう。さあ、さあ神茶リーチ打ちました。はい、神茶リーチ打ちまして、さあこっちもテンパイ、さあこっちもテンパイと9ピン数層で、あちらがイス層ですね。9、さあ感しまして、さあ乗りまして。いやビガビガない。3ピン以外光ってます。あらちょっともうビガビガでございましたね。あ、やっぱりね、能力者の方はね、本当に関するたびに必ず乗ってしまう能力なんですよね。はい、というわけでこの手から行こう感じまして、よいしょい。あ、よかったな、空な。空上がれたらよかったよ。よいしょい。、うん、空天候上がれたらよかったよね。ソーズがめちゃめちゃ多いですね。うん、3層引きまして、はいはい。3層、あったおっと、これは王座の間ですよ、ちなみにこれ。はい。ちなみにこれ王座の間ですよ。王座の間というのは、まあ、わかりやすく言うと、まあ、一番上の卓ですね。はい。最上位級の卓なんですけれども、まあ、かなりいい感じで、まあ、3層、ちなみに3層、ああ、1枚しかないのか。3層1枚しかなくて、初は2枚ありますね。ああ、なんで、まあ、いい感じではありますけど、まあ、速やかに、まあ、初か3層引きたいかな、っていうところではありますけど、まあ、なかなかね、いや、それ王座の間ですから、そんなね、なかなか、いくらなんでもそんなすぐに手も、ああ、さあ、いいちゃいました。じゃあ、テンポ、あい。さあ、めくり合いですね。うっぱっそう対初短期ですね。ただ、パーソーは潰れてるんで、パーソーはこっちが関してるんで、さあ、もう、嘘とね、うん。嘘と初なんですけど、嘘があっちに1枚持ってるんで、3対2ですか？うん。3対2待ち、どうでしょうか。もう、まあ、でもまあ、さすがにね、もう、下茶はおりますからね、もうね。でも、下茶が初引いたら多分、打つんじゃないかなって感じしますけど。さあ、あ、でも深いですね。深い。嘘、飛びました。あ、ちょっと今ドキッとしましたね。出ました。あ、王座の間でもやっぱ出ちゃいますよね、さすがに。あ、そのダマでね、そんな、リュイソースワンゴ短期転廃してるなんて思わないですからね。8種8杯ですね。まあ、ソーズで染めようかなーって感じですかね。おそらく。まあ、ソーズで染めるか、まあ、まあ、ツモによってはみたいな感じですね。まあ、これで国士らしいですね。まあ、この時点で99杯やから、しかも親やからね。トップ目の親でね、まあ、あんまり国士って狙わない方がいいんですよね。まあ、で、今でまあ10種10
敗で、11勝11敗で、おやおやおや、なんかズバズバ引いてますけど、あーだ、ちなみに、どこ、ちなみにチュンか、ちなみにチュン引けばせる、あー、じゃあ無駄損傷、ちょっと一回ね、一回ちょっと人間アピールしとかないとな、ボットじゃないですよアピールからの、あー、テンパイ、あー、やっぱりね、そう、全部ね、やっぱり全部その有効牌引いちゃうと、ちょっと疑われちゃうからね、うん、この人ちょっと大丈夫かなってなって、一回ちょっと人間アピールを挟みながら、国士無双13面待ち。かなり手強いですね。いや、もうこれもうさ、ダブリーチャンスよ。ダブリーチャンス。さ、ダブリーではなかったですね。ダブリーではなかった。おしょい。あー、下茶がチーフォーでしたね。あー、多分みんなね、これ騙されましたね。はい。まとまってるかなーって感じの手ですね。まあ、メンピン、イーペードライチみたいなね。あー、まあ、普通にいいかなーって感じの。まあ。さあ、そのポンデ。さあ、Q1 のポンデどうでしょうか。あー、あとスーピン、まあまあまあ、スーピンはまあ、ぼちぼち。あと、そのポンデ。そのポンデ。ちょっと今、スーピン、ちょっと微妙かなと思ったけど、そのポンデさ、ローソ、あ、ローソいいですね。ローソいい。ちょっと待って。パーピンパーピン打っている、あー、はい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 。あー、もう完全にもう想像にするぞと。なるほどね。もう、いやもういらないよと、別にこんなね、そのチーピンパーピンとか別にいらないよと、もう想像染めるから、あー、ズバズバ。あー、かなりちょっとズバズバと、あー、いい感じでさ、ズバズバズバ、アイテムバイ。あ、かなりズバズバ引いてるんですけれどもさ、リャンソーパーソーどうでしょうか。リャンソーパーソーはちなみに、あ、あ、ちょ、それから、あ、でも、ちょ、結構強いですけどね。うん、ザオドさあ、ザオドさあ、ダブルリーチ、ダブルリーチ来ましたね。さあ、ダブルリーチ、シャー待ち。やっぱりね、短期待ちはシャーで混ぜてね、それ一番いいよ。あとはさ、ズバズバ引いてさあ、こちらもね、負けじと。ああ、しもちゃんのダブリーに負けじとズバズバ引いている。いや、もう普通に強いけど。いや、でもこれ、スッチーピン入ったら出るよ。これ、さすがに。スッチーピン入ったら、あだあだあだスッチーピン入ったら、シャーを積もりまして。シャーと、ああ、開いてばいさあ、おめえのシャーねえからああ、さあ、おめえのシャーねえからしまして、さあ、何もペイも全部生きてますね。ちなみに、現時点で、なんとペイがねえと、山4ですかね。奇跡的に1枚は、ああ、じゃあ、いや、強い、強い。ああ、やっぱこれはごめんなさいにしとかないとね。うん、やっぱ下茶の街全部潰しちゃったから。さすがにこれは下茶にごめんなさいにしないといけないですよね。